平沢勝栄は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。第11代復興大臣。警察、防衛官僚、自由民主党候補本部長、ワールドスケートジャパン会長などを歴任。岐阜県大野郡白川村生まれ。成果は、国の重要文化財に指定されている、旧、大土屋住宅。後に、父親の仕事の都合により、福島県に転居。 福島県立福島高等学校、東京大学法学部卒業。同級生に白川勝彦、早川忠隆がいる。なお、大学時代に安倍晋三の家庭教師を約2年間務めていた。1968年、東大法学部を卒業し警察庁に入庁。警察庁入庁後15年ほどは、大阪府警配属、警察庁警備局外事課。 在外研修、福岡県警察本部警備部外事課長、警察庁交流警察本部護衛部付、警察庁交流警察本部護衛部護衛二課長、警察庁警備局公安大参加県外事課長補佐、外務省在英国日本国大使館一等書記官などを務めた。その後、防犯警察に転じ、刑事局保安部保安課長、警視庁防犯部長を歴任。 岡山県警察本部長、警察庁長官官房審議官、防衛庁長官官房防衛審議官、内閣官房長官秘書官を歴任する。1996年第41回衆議院議員総選挙に東京17区から自由民主党公認で出馬し、新進党の山口夏を破り、初当選。出馬の際、 面識のあった公明代表の藤井富美から選挙区の変更か比例区への転出を要求されたが拒否。後藤田正春の勧めもあり、初当選後は平成研究会に所属した。同年11月8日、衆議院災害対策特別委員会委員に選任。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、東京17区から共に与党に所属している自民党の平沢。 公明党の山口が出馬し、与党対決が全国的に注目を集めたが、再度山口を下し、再選。当選後、平成研究会を大会した。2001年、第1次、小泉内閣で防衛庁長官政務官。2003年の第1次小泉再改造内閣で、総務大臣政務官に就任した。2003年自由民主党総裁選挙では、 高村雅彦の推薦人に名を連ねる。同年の第43回衆議院議員総選挙で東京17区で民主党の西木織り厚紙を破り参選。翌2004年山崎派に入会した。第44回衆議院議員総選挙では東京17区で再度西木織を破り4選。総選挙後北朝鮮による 拉致問題等に関する特別委員長に就任。2006年9月、安倍内閣で内閣府副大臣に就任。2007年12月、日朝国交正常化を目指す議員連盟自民党朝鮮半島問題省委員会を立ち上げ、同会の幹事に就任。2008年にはパチンコ業界の位置づけを真剣に考えていくために自民党内に 有戯業等の営業の健全化に関するプロジェクト会議を立ち上げた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では東京17区で5選した。この際、民主党の早川久美子に比例復活を許した。2012年第46回衆議院議員総選挙では東京17区から出馬し、早川らを下して6戦。2014年、 ゲル温泉が師匠村の名誉村長になる。同年12月、第47回衆議院議員総選挙では、東京17区から出馬し、7戦2017年、近未来政治研究会を大会し、無派閥となり、その尻部市卒会に入会した。10月の第48回衆議院議員総選挙で、希望の党が擁立した、環境省職員の新人。 日本共産党の新人らを破り8戦。2020年9月16日、菅義偉内閣にて復興大臣、福島原発事故再生総括担当大臣として初入閣した。北朝鮮による日本人拉致問題に関し、拉致議連には早々期から関わっていた。2004年4月、山崎拓が極秘に報酬し、拉致問題について、 北朝鮮交換を相手に直接交渉した際、山崎に同行した。山崎、平沢の訪中は、対北朝鮮交渉を政府間ルートに一本化するとの外交方針に反する可能性があるとして問題視された。平沢については、総務大臣政務官在任中であること、事前の届け出なしに訪中したことが、政府、与党内でも批判された。平沢は、 総務大臣政務官、拉致議連事務局長を辞任した。拉致議連は、平沢の行動が、自らの勾留のために拉致問題を利用する、配信的行為にあたるとの非難声明を出した。また、救う会も、山崎、平沢の行動を、拉致問題を政治利用していると非難した。政治家の年金未納問題が注目された際に、年金の未納が判明している。 2014年に平沢が代表を務める党と第17選挙区支部は平沢の事務所内にある政治団体くず栄会から7回に分けて受け取った寄付計509万円を記載していなかった。党支部の事務担当者は朝日新聞の取材に12月にあった総選挙で収入と支出が頻繁にあり日常的な寄付の記載が丸々抜けてしまったと説明している。 2016年3月に保育園落ちた日本史にと書かれたブログが衆院予算委員会で取り上げられた際に誰が書いたんだよ。それ本人に確認したのか、などとやじを飛ばし、後に申し訳なかったと謝罪したが、その後のテレビ放送でこれ本当に女性が書いた文章なんですかね。言葉が汚いとブログの言葉遣いを批判した。その後ネット上では 言い訳にしか聞こえない、論点すり替えて、ばっかりなどの批判が相次ぎ、国会前では、保育園落ちたの私だと書かれたプラカードを持った人々によるデモが行われ、2万7000筆以上を集めたネット署名が、塩崎康久厚生労働大臣に手渡された。2019年1月3日に、平沢は山梨県で開かれた集会で少子化問題に触れ、LGBT で、 同性婚で男と男、女と女の結婚、これは批判したら変なことになるからいいんですよ。もちろんそれでいいんですよ。でも、この人たちばかりになったら国は潰れちゃうんですよと発言をし、LGBT を差別していると批判が相次いだ。性的思考は先天的なものであり、LGBT たちばかりになることはない。LGBT アクティビストのあ小雪は、 少子化と LGBT の権利を守ることは全く別の問題。どのような文化的背景、宗教の国にも性的マイノリティの人々は一定の数います。可視化が進んでも LGBT ばかりになることはありえませんと批判した。平沢は1月7日の電話取材で同性婚については自身の考えとして憲法に保障された権利でそもそも賛成。 反対の話ではない。やめろということはできない。同性婚などの話題はタブー視されすぎていて議論が進まない。これがおかしいと語ったが、謝罪も撤回もしなかった。ありがとうございます。